ar ishili shisas. Isef magnahatsu hatav. Tu ar shitsukvita gudiani movada zagihuans. Merda, Magda. Thank you.
Tsutsukiko, ayu shigoto chushe? Mira, wakaru desho. Ja, shouga ne 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 ne, she? I go back to my job. She? うるさい。うるさい。しっくろ。もう。すみません。25% 落ちてます。交代しますか？デジタルカウンセリングを受けますか？すみません、頑張ります。しっかりせんか！何？大丈夫です。
卵に亀裂がね。はい。何か動くものも見えたような。こう。何かヒゲ？うん。ヒゲのようなもの。ヒゲですか。はい。暗くて横確認できないんですけど。暗くてね。でもすごくはっきり見えるんです。幻覚とかではなくて。人間の脳というのは不思議です。190ページ。三角形が見えるでしょう。はい。でもここには三角形は一つも書かれてはおりませんよっていう話これ。そうでしょう。はい。うん。これはカニッツァの三角形といって、ね、人間の脳の限界をこれどれらよく表しておりますよっていう話これ。はっきり言って。カニッツァ。これはカニ。実際にはね、正三角形は一つも描かれてはおりませんが、しかしね、確かに正三角形がはっきりと見えとるじゃないですかって、そういう話これ。脳がそれまでの経験でないものもあるように判断し、それを見せておりますよっていう話。物を見るということは、ね、脳が作り上げたイメージを見とるんじゃないかしらって。たとえそれが錯覚であってもねって。そういう話これ。だから多分子供の頃から見とるね、目をつむると見える卵っていうのも結局は脳が見えているものとして作り上げた虚像じゃないかしらちゅうことこれ。しかしそういうこととは少し違う。ものすごくはっきり見える。まるで本当にそこにあるみたいなんです。そして少し変化した。ええ、人間ちゅうのは夜の暗闇を根源的に恐れとるっていう部分があると思うわけ。はっきり言って、ね、感受性の強い子供なんかは、ね、夜になると聞こえもせんのにな、雨の音や、ね、不気味な動物の鳴き声が聞こえるっていうわけ、ね、しかも強くなったら弱くなったりするっていうこれ、これそれはあたかもね、あたかも窓の外は不気味なジャングルのようだっちゅう。で、不安がった親がよく連れてくんだよ、ここ。でも、何のことはない。何年もすればきれいさっぱり聞こえなくなりますよっちゅう話。でも、それが大人になることじゃないかしらって。大人？そう。ということは、誰だっけね、あんた、新井さんか、ね、新井さんはまだまだ心理学上では幼児の部類ってことじゃないですかということがいい。失敬、心配せんで。なんでかっちゅうと肉体的には害ないもん。悪いけど多分、あんたの過去の何かがそれを満ち取るっていう部分あると思うのね。でも恐れることないわね。だって虚像だもん。虚像？大きい像のことじゃない。
Yukihiko, happy birthday! Senchuka Hamza!괜찮니, 츠키코? 어, 괜찮아. 왜? 운우 탐구 있어? 어디 아프니? 아무것도 아니야. 그렇게는 안 보이는데. 뭔가를 느끼니? 아무것도 아니라니까? 뭔가 힘든 일이 있으면 언제든지 말해야 돼. 아리가또.
したかですか？助けて！いや、何でもないです。なんだそれや？いや、いいです。おまん、何言うがですか？誰ぞに終わり言うが、あ？大丈夫ですよ。大丈夫。大丈夫？ねえ。それで喋った通りです。目をつむると変な生き物につつかれる。つぶると手はなく、目の中に棒一つで世界があって。で、その変なやつは今どうしてんの？まだつついてんの？今はいません。どこ行ったの？寝てんの？そうかも。何がおかしいのですか？典型的なサブ中だ。どこで買った？ダイエットってば。ふざけんな！違いますよ。ヤクザか、インターネットか、駅前か。違うったら。違わねえよこのシャブ中。いつからやってんだ？結構綺麗な顔しやがって。余計許せねえ。おめえみてえだな、分かりづらい犯罪者こそ撲滅せんといかん。シャブ中はシャブ中らしくしてろっつんだよ。裸で街の中走り回るとか、目が真っ赤とか、針が攻めてくる。分かりやすくしろっつんだよ。おめえみてえだな、綺麗なのが最も悪影響を及ぼすんだ。あ、ねえねえ、こんな綺麗な子がやってんだったら私もやっちゃおうかな。私もうちょっと痩せたいし。何言ってんだお前。そういうこと言うんだったらじゃあ俺が何とかしてやるよ。知り合い紹介してやっからよ。なんてな、絶対許さねえ。田所、ぶち込め。はい。違います、そうじゃありません。説明しても分かんないと思うけど、私だけかもしれないけど、子供の頃からいたのか。はい、それは昨日生まれて。卵だったのに。卵でした。はいはいはい、今日も一泊しよう。明日尿検査とかあるしな。もう係閉まってるからな。いやです、学生じゃなくてやったことありません。はいはい、わかったわかった。田所早く動いてください。はいはい、おい、とってとって、早くとって。はい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 、おいおいダメ。おおおおおお、暴れなさい。サブチューはそうじゃねえぞ。神経症の生物？
月子の網膜がパラレルワールドの入り口になってる。なんでそんなコツ。ねえねえねえ、ちょっと見てこれ、この事件1930年の事件の記録。被告はロシアのグルジアで育ち、1923年朝鮮人の夫と長女、長男を連れて神戸に亡命。1930年、被告は当時10歳の長女を自宅にありし、猟銃を持ち銃殺し、兵庫県警三宮署に出頭。逮捕されたる後尋問されるが、以下のごとく規定列な供述を行う。被告人の家系は代々女性に限り、幼少の頃より目をつむると卵が見えるとのこと。その卵、およそ二十歳を過ぎた頃より孵化し、おぞましき化け物が生まれる。網膜の世界に寄生したこの化け物は次第に暴れ出し、肉体を内側から傷つける。しかれどもその苦しみ誰にも理解できず、夜になると化け物は執拗に攻撃を繰り返したが、どのような医者でも理解できず、傷薬を出すにとどまり、精神の病、妄想と判断される。女は苦しんだが、化け物の活動が止む昼間に訪れた動物園であることを理解する。化け物の攻撃は攻撃ではないのではないか。猿や人間などの出生直後の子供に見られる愛着行動、しがみついたり吸いついたり、身体接触によって存在を確認する本能的行為。しかれどもその痛みは耐え難いものであり、この目が見えなければと両目を自分で潰す。これによって化け物は消えた。しかしながら、それは自分だけの問題ではなかった。自分の娘にその兆候が出始めた時、女は銃を取り、被告人は三宮警察署内拘置所において自ら首を吊り死亡。その母親の名前は、エカ・ケラスピリ。そう。え？まさか。こんなの嘘っぱちよ。ねえ、ハルト。そんなわけないじゃん。21世紀よ。大体あんた韓国人じゃん。なんでクルチアなのさ。クルチアってどこよ、大体。子供の頃聞いた。私の家系は南西大河前ロシアにいて、朝鮮人とクルチア人の夫婦だったけど、スターリンを嫌ってクルチアから日本に逃げた。そして当時日本に強制的に連れてこられた朝鮮人と待ち合っていた。私の両親は自分の母国を韓国だと思っていて、私は子供の頃から韓国で教育を受けた。エカ・ケラスピリはそのクルチアから逃げ出した私のひいおばあさん。Oh, my God.
いらっしゃいませ。ありがとう。なんだよ。おい、兄ちゃん、救急車。
뭐지? 어떻게 된 거야? 세츠리 롬단테 카르기라메 모이 피클리 셰네 라바라키 라토 메스메스 이미톤 롬시시 카르톨리 시스리클리 치케프스 시스클리 미 오리베트왈리 아모베트할리 마그람치미 Сисхлет чен майц. Кад мукеца эст бисепа. Имитон. Рум павшес асе унда. И павшес? Чем широн арис из бавшви? Чем широн арис из Бавшви? Арши хидеба, маграм чими, твалищиния. Гамусавали над Милант унта и хос. Thank you.
私の。Ναι. Το μπισέφερι μου κάλλει.
칼비 탄시오 로스 비빔밥 육개 세마이 꽃장 사시미 템푸라 야키소바 우동 야비떼 요새 폼나 몰라 나중에 전화할게 すみません。